ディストリビューテッドマネ n a g e m e n t t a s は、米国内国際入法501に基づく、非営利の業界標準化団体であり、新たなものから従来のものまで多様な IT インフラストラクチャーの管理を容易にするためのオープンスタンダードを策定している。相互運用可能な IT 管理の向上を目的として、メンバー企業及びアライアンスパートナーが共同で、 標準の策定に取り組んでいる。DMTF は、米国オレゴン州ポートランドを本拠地とし、テクノロジー企業を代表する、ブロードコム、シスコシステムズ、デルテクノロジーズ、ヒューレットパッカードエンタープライズ、日立製作所、HP インク、インテル、レノボ、ネットアップ、ソフトウェア AG、バーティブ、および VMWare をメンバーとする、理事会が主導している。 1992年にデスクトップマネージメントタスク、フォースの名称で設立された。策定された最初の標準は、今では廃止されたデスクトップマネージメントインターフェースだった。その後、この団体は進化し、コモンインフォメーションモデルなどの標準の追加を通じて、分散管理に取り組むようになり、1999年に名称が、 ディストリビューテッドマネージメントタスクフォースに変更されたが、今では DMTF として知られている。DMTF はコンバーチド、ハイブリッド i t やソフトウェアディファインドデータセンターに対する取り組みを続け、最近では Redfish、Smabis、p u m i といった各種標準の使用を発表している。DMTF が策定した標準には次のようなものがある。ありがとうございます。